ちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、制作過程においてですね、例えばね、こんな感じの場面で、いくつかですね、ステッチをたくさん入れるときに、その途切れ部分がありますよね。ステッチも全部つながるわけじゃない場合に、縦にいくつかストライプ状に入れたりするときに止めますよね。その時にタランとなった糸を、一つの箇所に集めて、一つだけ玉留めするって、それをさらに隠しちゃうんだっていうね、そういうちょっとテクニックみたいなのをご紹介したいと思います。これは私の独自のものでですね、でもぜひご紹介したくて、こんな風にまとまるんじゃないかっていう感じなので、糸はね、スパンの方がね、ほぐれづらくていいかなとは思うんですけども、私はもう慣れちゃって、とにかくこのやり方でやりたいので、テトロン紙でもね、やっちゃうんですけれども、スパン紙の方が効果はあるかと思いますね。こんな風にですね、取ってって、こういう形多くないです。なんか横が空いてる状態、輪になって作ることが多いと思うんですね。一箇所、片方だけ。で、それを利用してですね、その空きの重なった部分のところに隠すということです。玉留めをね。で、これね、4本、ステッチがね、いくつか入るんですよ。なので、ステッチの途切れ目が全部、たらりと、玉留め、のようにですね、糸がね余るんですね。それをプチって切っちゃわないで、切るとね、結局そこがね、糸がツンって出てきて、なんか見栄えが良くないんですよね。なので、ね、きちんと隠しちゃおうっていう始末をするために、全部長い糸を一つの箇所に寄せ集めるんですよ。その一つの箇所というのが、この横の空きの部分なんですね。で、ここまでね、針と糸で豆なんですけど、豆な作業にはなるんですけど、それをね、通してそこに持ってくるんですよね。うまいこと。外に縫い目を出さずに。場合によっては縫い目を出して、すでにステッチしてあるところの上にかぶせるようにうまくやって、段階を踏んで一気にそこに飛び出さずに、途中どこか中継地点を得てですね、たどり着くんですね。隅っこのさっきの端のところに。そんなやり方の一つの例です。ひたすらこれいくつかをねやったやつになるんですけど、結構後にのスッキリ感っていうのがこんな風にスッキリするんですよ。ツンツンって出てるより全然良くないですか？なのでね、ちょっとこういう手法もあるんだなっていうことで勝手に考えちゃったんですけれども、もしかしてそうやってやってみる人もいるかもしれないですと、一個一個やるよりもうタランとさせといて、作業だけ先に進めておいて、後でこの作業を一気にやるっていうやり方なんですよね。いくつかもう糸がもう本当にたくさん出ているのをこういうふうにまめに針で通してですね、自然な感じで出すんですよね。溝のところにね。そしてやるんだけれども、ポイントがあってですね、たらりと出てる糸の長さを始める前に切り揃えて同じ長さにしておくっていうことと、針に糸をひたすら通してやりますので、通しやすいようになんか途切れ目ってボソボソってなってますよね。あれをちぎるためにも同じ長さにカットして切り揃えるっていうことをやってからスタートしていくわけですね。そうすると、かなりスムーズにいきます。でもこれ早送りでだいぶやってますけど、結構時間かかるようで、サクサクっとは、でもいけます。その分、縫った後の一つ一つほったらかしにやって最後にまとめてますから、どこで時間を取るかということで最後にまとめてやるところで時間をある程度取ってるんですけれども、それでもですね、結構思ったよりスムーズですね。こんなやりにくそうなことやってる感じに見えるかもしれないですけれども、やっぱりね、仕上がりがとってもすっきりして綺麗なので、これは一つの方法としてあるかなと思って、最近これすっごいやってます。こればかり取り入れてやっていますので、こういう取っ手とかですね、なんか長いたすきのようなものとか、そういうショルダーとかですね、そういうもの全部こういうの使えると思うんですよね。なのでツーンって出てる2つで、もう一つちょっと注意点が、一気に2本まで針の穴に通すことは結構できたりするんですけれども、30番の太い糸でも。なんだけど、あまりにも違う場所にあるのをいっぺんにやろうとするとですね、変なところにステッチが入っちゃうじゃないですか。なのでそこは位置が離れている場所においては、やっぱ一本一本やった方が面倒くさいですけど、綺麗にできるよっていうことはコツというかポイントになりますね。でもどのみちまめな感じの作業にはなります。ということで今回ですね、こういう作業の場面をちょっとご紹介しました。はい、これですね、こういうふうに最後のところにツンツンってそれぞれの場所に出ていた糸をですね、全部針と糸を使ってこちらの左側にある溝の内側ですね、ここに同じ位置にね出してくるんですね。で出すとヒゲみたいに固まった感じでまるで刺繍糸のように出ますよね。なんか滝のように綺麗ですね。でこれを左と右に半分ぐらいずつ分けてですね、何本かあるんですけれども、複数本ありますから、偶数本ありますから、そうするとそれを半分ずつに分けて玉留めしてプチッと切るっていうことをやります。たとえちょっとね入りきらずになんかちょっと見えるかなっていうこともあるかもしれないんですけど、それでもですね、やっぱりぞこぞこの切りっぱなしよりははるかに美しくなんか綺麗な感じな始末になるかなと思うので、ちょっとねこれをね一度何かのヒントにと思います。別に全く真似するってことじゃなくても、なんかこういう考え方っていうかですね、違う場所に出していくんだって、なんかこれって結局は祭り縫いとかそういうのと一緒のことの応用みたいな感じをこれに当てただけなので、特にね新しいことでもないのかもしれなくて、なんか違う場所にちょっと見えないように出してあげるみたいな、なんか出してそこで結んで隠すみたいな、なんかちょっと隠すっていうのが奥ゆかしくてすごく好きなんですけれども、なんかそういう感じのやり方でした。はい、どうもありがとうございました。